やっほー、フォトジェニックのシャキンです。今回ですね、なんと初登場させていただきました、サリリンと申します。よろしくお願いします。今回やっていきたいことがあるんですけど、若者の間で人気なのでこちらグレイルさんの商品を使って秋コーデを組んでみたです。本当にね、まだ届いた状態で、私も中身がどんな感じで入ってるのかとか、生地の感じとか全然分かってない状態なので、今めちゃくちゃ楽しみです。秋コーデなんで全身揃えてるんですけど、私的に今不安なのがズボンが入るのか、靴もサイズ感が大丈夫なのかっていうところが一番今不安です。私がまず153センチとかで、そこまで体型も細くなく、どっちかって言ったらちょっとぽっちゃりかもしれないぐらいの体型の人でもグレイルが着れるのか試していきたいと思います。じゃあ早速なんですけどやっていきたいと思います。レディーゴー。開けていきたいと思います。私いつもね、箱を開けるときはハサミとかカッターナイフとか絶対開けるんですよ。一応 A 型なんで綺麗に開けたい。あ、ちょっと待って、サムネ撮るの忘れた。サムネー、もう一回戻そう。サムネ忘れたよ。箱の中身はこんな感じで入ってます。ズボン、ワンピース、靴が入ってます。じゃあ2箱目いってみましょう。カバンと、秋なんでね、ベスト、ちょっと見てほしいんですけど、カバンの中にね、ほら風船みたいな入ってました。形潰れないようにするためにかな、入ってたの。めっちゃ感動したんで、ちょっと着替えてみたいと思います。なりました。見えるかな。ちょっとね、部屋がちょっとちっちゃくてごめんなさい。全身映そうとするとね、顔がちょっと切れちゃうんですけど、こんな感じのコーデになります。はい、私的にいいなと思ったのが、まずこのリブフレアパンツですね。カラーがブラックの、サイズが L サイズで、価格が1099円という安さにもかかわらず、めちゃくちゃ履き心地が良くって伸びるんですよ。これ一番サイズをね心配してた商品だったんですけど、ここもゴムになってるので全然お腹周りも苦しくなくって、座っても全然お腹周りに負担がかからないので、この点はすごくいいなと思いました。次がジャガード柄バックスリットベストっていう、このベストですね。ベストは結構想像通りで、あの生地もまあまあそれなりにしっかりしてて、柄も可愛くて色味も写真そのまんまの感じだったんですけど、これがカラーブラウンのサイズフリーで、価格が1799円で、これが購入した時が8月下旬入荷予定だったので、ちょっと待ちました。この商品に関してはまあ人気なのかな、人気やから待ったのかわかんないですけど、結構使い勝手良さそうだなっていう感じのベストです。でこれ後ろね開いてるんですよ、こんな感じで。なんで下に着るスカートと合わせていろんなおしゃれも楽しめるんではないかなって思った商品です。であと良かったのがこのバッグですね。こちらが 2way フラップスクエアショルダーバッグ、カラーがグレージュのサイズフリーの、価格が1699円。これもベストと同様ちょっと待ちました。意外とね、あの生地しっかりしてて、こう肩にかけたりとか手で持つこともできるカバンなので、結構使い勝手いいなって思いました。色味も結構思ってた色味で可愛いです。こんな感じで開くタイプになってます。それなりに入りそうな感じのバッグになってます。後ろの方にチャックがあるので、ちょっとしたリップとかここに入れられるかなって感じです。その次いいなって思ったのがクリアヒールショートブーツ。これはカラーがベージュのサイズ 23.5 センチの、価格2299円です。
不安だったのがサイズ感が結構不安だったんですけど、私普段は23センチを買ってるんですけど、私結構ね足が横幅広いタイプなんで、ちょっと不安だったんで 0.5 センチ上げて買いました。なんか細そうやなって思って、そしたら結構ぴっちりぐらいの感じですね。なんでちょっと1個上げといてよかったなって思います。これの可愛いとこがこのヒールの部分だけクリアになってて可愛いです。で結構ね意外と履き心地がいいので靴ずれとかしにくそうな感じはしました。なんかこの生地が結構柔らかくってフィットしてる感じがありますね。ちょっとまあヒールが結構高めなんでつま先に重心はかかるので、ずっと歩く時とかは大変かなって思いました、はい、で今回ですね、ちょっと私的に一番ちょっとって感じだったのがこのワンピース、ティアードボリュームシャツワンピース、カラーがオフホワイトのサイズ M、 価格が1999円。こちらの何がいいかっていうと、これは多分サイズにもよるのかもしれないんですけど、まあ普段私結構 M サイズ買うことが多いんですけど、 M サイズで結構短いなって思いました。まあ短いの好きな人にとってはいい感じの長さなのかもしれないんですけど、このベストに合わせるにはちょっと短いなって思いました。いやこれぐらいがいいのかな。でもねちょっとやっぱ気になるところがですね、この後ろ部分ベストが空いてるので横から見るとこうね出ちゃうんですね。これがなんでその点ちょっとやっぱこのベストとは相性が悪いなって思いました。で何よりこのワンピースの微妙だったところが、生地的に固めの生地なのでシワがつきやすいんですよね。これちょっとシワが目立つなっていうのが私的にマイナスな印象でした。現段階でも結構シワが目立つように、まあ、洗濯したらもしかしたらもうちょっと綺麗になるのかもしれないんですけど、私的にはシワが気になるなと思いました。であと袖の部分、手首のところのボタンが2つついてるんですけど、これそのままだと手が通らなかったんですよね。なんで脱ぎ着するたんびに取らないといけないので、ちょっとその辺が面倒くさいなって思いました。ということで以上グレイルの秋コーデしてみたでした。どうでしたでしょうか。低身長のちょいぽちゃぐらいの人が着たらどうなるかっていうコーデだったんですけど、意外とちゃんと着れました。プチプラですごい買いやすいのに全体的にいい商品が多かったので、私的には大満足です。靴は 0.5 ぐらいを大きめ買った方が無難かなって思いました。で、まあ、普段でもねグレイルさんがお世話になってるので今後もご利用させていただこうと思ってます。これからグレイルの商品気になってるみたいな感じの人に参考になったら嬉しいなと思います。はい、ということで以上グレイルの商品で秋コーデしてみたでした。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。逆にグレイルの商品でこの商品おすすめだったよとかあればコメント欄で教えてください。では以上サギリンでした。またねー、バイバーイ。実はね、最近買ったんですよ、個人的にグレイルさんで。これは結構ね、フラットなやつなんだけど結構履きやすいです。ヒールも低めなのでまた個人的にも買いたいと思います。バイバイ。